見て、めっちゃ大量のペンギンたち。皆さんこんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2022年7月10日日曜日の午後0時12分です。今日はトタケケさんが広場で演奏されているんです。土曜日以外に島に来られるのは滅多にないことなので、貴重な機会をぜひお見逃しなく。あ、マジで？それでは本日も楽しい一日になりますように。昨日釣り大会やったけん釣れたってこと？そういうこともあるの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。でもあれよね、トタケケ日曜日に来ることは珍しいことなのでって言われても、まあ別に土曜日やろうが日曜日やろうが内容は一緒ですよねとか言うけど、あれ、いつもラジカセここにあるのにトタケケが来たらこっちに移動するんやね。押しのけられるんや。これ通れんくなるけんってこと？普段からあっちに置いとけばいいのに。そしてマミーさん、なんか前回もトタケケが来とった時真っ先にやってきた気がする。大ファンなんやねめちゃくちゃ大ファンなんやね。それじゃあね、まあ、今日トタケケが来とるらしいけど、私がすることはちょい別でしては久々にちょっと夢見を訪ねようかなと。前回が釣り大会やったんやけど、まあ、そこからの魚つながりってことで、水族館の館長さんが作った島に行ってみたいと思います。このまま眠りにつこうかな。はい、眠ります。久々のゆめみさん。ひとときの夢を求めて、ようこそお越しくださいました。さて、本日はいかがいたしましょうか。夢を見たいです。それでは夢をお取りするために、まずはインターネットに接続いたしますね。それと、お取りする夢を島の名前で探せるようになりましたの。ほうほう。でもそれって被っとる名前とかいっぱいありそうよね。島の名前で探すをお選びくだされば、お望みの島の夢をお探しいたしますわ。まあでも同じような、特にテーマとかが似たような感じやったら、同じ名前でいろんなタイプの島が見れるのはまあ楽しいかもしれんけど、特にここって行きたいとこは決まってないならね。では本日はどのような方法で夢をご用意いたしましょうか。夢番地で探します。それでは取り寄せたい夢の夢番地を教えていただけるかしら。では該当する夢をお探しいたしますわね。いただいた夢番地からスミスインという島が見つかりました。こちらの夢でよろしかったでしょうか。お願いします。かしこまりました。では目を閉じて、全身の力を抜いてリラックスしてくださいね。さあ、魅惑のスミスインの世界へ参りましょう。はい、到着。ついたよ、ついたよ、スミスイと。さあ、目を開けてくださいな。波の音が聞こえるのかな？気のせい？あなたは今、スミスイという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都のスミスイ島をご堪能くださいまし。雪が積もっている。冬のスミスイ島というわけやの。やわけやの。ちなみにね、今このめちゃくちゃ普通に着とるこの服も、このスミスイ島の館長さんが作ったマイデザクラゲのなりきりセットですめっちゃ可愛くない？ゆるふわ系。ちなみにこのスミスイ島は実際にあるね、すみだ水族館を再現した場所とかもあるらしくって、東京スカイツリータウンの中にある墨田水族館の館長さんが作った島らしい。この人かな、館長さん。メリークリスマス。
まあ、今と時期はあれやけん、めちゃくちゃ寒そうな格好になっとるけど。あ、すごい。何？美術の授業？え、超怖いやん。こんな本あるんやっけ？飛び出す絵本サメや。え、でもこれ授業っぽいってことはこれを作ったっていうことなんかな。すげえな。生徒すげえな。なんかチケットいっぱいあるよ。夢のベル引き換え券。夢のベル引き換え券って何？ちなみにこの辺の制服も、あのすみだ水族館のね、スタッフ T シャツで、ちゃんとね、取れたはず、ID で。マイデザが。巨大なイケスにサメが。なんかね、上から見たらね、いろいろと形が出来上がっているらしいのだけど、ほらほらほら、マップ。今ちょっと出てくるまで待っとった。マップ。一番左があれ、チンアナゴ。で、真ん中がクラゲ。下がまあ、魚。で、右上がペンギンの足跡。めっちゃ可愛いやん。あ、ここで、どっちに行けば何のエリアか分かるようになったのかな。こっちがチンアナゴエリア。ここから渡っていける？あ、行けた。あ、チンアナゴが大量に。めちゃくちゃ大量に。あ、ここがあれやね。チンアナゴの体になっとるところやね。40センチ。ということ40センチ。え、もしかしてあれ？土の中に40センチも体埋まっとるってこと？めっちゃすごいやん。ね、そんなに、あ、これも、ちっちゃいチンアナゴってことこれ。かわいい。チンアナゴかわいいよね。私ヘビとかめちゃくちゃ嫌いやけど。かわいいなって思う。お客さんなんかな？ノーム。うわ、大量に。いいっすね。ここ顔やんね。目と口とほっぺ。よき。あっちさ、クラゲのマークが書いてあったと思うんやけど。クラゲ、クラゲ。水族館とかもずっと行ってないけん行きたいね。動物園は最近行ったんやけど。渡って行ける場所はどこだ？何？バツって書いとる。丸バツ？クイズ？あ。あ、なんかね、チンアナゴの日のファンミーティングっていうのが、まあ、夢見じゃないけど、実際の島の方でイベントみたいなのを、やりよった？やりよる？過去形か、現在進行形か、わからんけど、そういう感じらしい。まあ、ここで何かしらクイズが出されたんやろうね。そのファンミーティングの中で。ほい、そしてこっちが、クラゲエリア。あ、クラゲ。いっぱいおった、いっぱいおった。ここから、あ、渡っていけたわ。いけたけどな、ここまでいいか。こっち行けるんか。おー！両サイドにクラゲが大量に。いいっすね。クラゲのコーナーってさ、めちゃくちゃ神秘的じゃない？水族館とかで。いいよね。すごいなんか癒されるよね。この奥にも何かあるの？あ、見て！クラゲが。クラゲが大量に泳ぎよるよ。すごい。ふぅー。一息つく。一応自宅は館長さんの家になっているらしい。今私は一体どこに、あのクラゲの部分におるんよね。ってことはもうちょいこっちに行ったらペンギンコーナー。ペンギンコーナー住宅街。あ、見て、めっちゃ大量のペンギンたち。なるほど、ペンギン住人たちがいっぱいなんよね。水出しっぱですけど凍りそう。めちゃくちゃ凍りそう。なんかちょうどよくペンギンたちが大量に出てきてるところにあったわ。やっほー、見かけない顔だけど、よその島から遊びに来てくれた人かな。楽しんでってね、ヒヤリ。かわいい、みんなめっちゃかわいいんだが。超絶かわいいんだが。いいね、いいね。いや、なんか、何々だけ、みたいな集めてね、住人。そういうのもやってみたいなとは思いつつ、やっぱいつもね、
好みの子たちを集めていったらいろんなのが集まるんよね。いろんな動物が集まるんよね。ん、あそこになんか、あれはあれやね、ペンギンのなりきりセットが置いてある。これぐらいの段差なら飛び降りれたらいいのにね。ねえ、あんなさ、なんていう、結構な感覚をこの子飛び回るやん。段差だって飛び降りれていいと思うんだ。めっちゃグイグイ押してっけど、この奥も気になるの。おお、なんかこっちの方がちょっと都会チックな感じになった。こんな感じで、こっちもペンギンたちの家ということよね。全員ペンギン？おお、ペンギンたちがいっぱい。ペンギンが泳ぐようなプールかな。あ、ペンギンの足跡。お、そして海に入っていくと。ペンギンのなりきりセットもめっちゃ可愛いなって思うよね。いいね、海の音を聞きながらここでお菓子を。なんか動物園とかでもさ、入り口のところにこういう足型のやつがあるんやけど、昔からそれを辿っていくのがめちゃくちゃ好きやった。夜になったら星も眺めれるんやね。なんかこういうところやけんさ、空気も澄んでそうやし、めちゃくちゃ綺麗な星空が見られそうな気がする。ほらあれやん、冬の空気って澄んどるっていうし、特にこんなペンギンがおれるような環境やけんね、めちゃくちゃ澄んでると思うんだ。絶対いいよね。お、あ、でこの辺にキャンプ場とか施設系はこっちに固まってあるんやね。この辺多分あれや、グッズ販売やね。動物園とか水族館とかね、行ったらいろいろ買ってしまうよね。かわいいんよ、もうただのキーホルダーだろうが文房具だろうがかわいいんよ。めっちゃ思う。ほんと、どこから入っていけるんだ？さっきからね、結晶の音がキラ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 と。あ、ここから出れる？あ、出れた出れた。どうも。副館長さん、ようこそ。人間は二人ってことかな？ってことは、お家が二つあるのね。まずは一軒。お、めっちゃ綺麗。あ、これがあれ？隅田水族館を再現しているという、行ったことないんやけどさ、東京スカイツリータウンっていうのはスカイツリーのこと？まあそこからなんよね。東京タワー行ったことあるけどスカイツリー行ったことないっていう。最初はこういうちょっとした人手とか。あ、クラゲクラゲ。あー、いいね、めちゃくちゃ夏。外は冬なんやけどね。めちゃくちゃ夏。これはクラゲたちの餌を作りよんかな。あ、そして巨大なクーラーボックスも。クーラーボックス、冷凍庫かな。クラゲって餌何食べるん？プランクトンとか？そんなの作れんか。なんかよくクラゲって細長い、なんか円柱型みたいな水槽に入っとるイメージがあるけど、あれめっちゃ綺麗やと思う。お、奥ではなんか研究が行われている。あ、見て見て、こっちはチンヨナゴのなりきりセット。かわいい。すべてかわいい。いいね。全体的に前デザインがね、公開されとるけん。ぜひ着てみてくださいまし。私はクラゲを選んだよ。でもペンギンもかわいいよね。だから全部かわいい。さっき上の水槽に置かれとったんやけどさ、なんか、メンダコってめっちゃ人気よね。うん、ちっこい可愛いやつ。そう、そして、館長さんのお家どこ？見えねえんだが。まあ、多分この辺りにあるのでは。でもこっちの方行ったよね。さっきの一軒か？さっきの一軒だけかな？ないよね、他に家。で、さっきのってことか。なるほど。え、二人、人って、一軒しか言えないとかあるん？そういうことも、え、できるの？わからん。後から消すとかできるんかな？もしかしたら私が、
いけてないだけかもしれんけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、水族館行きたいね。いや、つもりの中でいつでも行けるけどさ、やっぱ実際のも見たいやん。